アサルトガン、アサルトガン早く見たい。新武器来た。うわー、そういうこと。クレイブで、よし、このままじゃシンラの思うつぼってことだよね。国中にもう顔割れちゃったってことだよね。でも好きなようにニュースを捏造する。悔しい。いや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 、そうはいくかよ。ああ、公開制裁っていうなら、あのデカブツをぶっ壊して神羅に赤っ端書かせてやろうぜ。可能なのかな。悪くない。お前さっき絶対逃げた方がいいって言ってたじゃん。大丈夫か。それよりもなんか国中にテロリストとして放送されたことが超やばいと思うんだけど、大丈夫なのかな。ハイデッカー統括がお待ちかねだ。積み込み完了。 B8 フロア発送開始。いやー、ボス戦だ。来るぞ。宝箱入ってる。侵入者だ。やったれやったれ。革命。隙をつく。強い。勇者、あいつらが何してたか知られる。まあ相手になんないじゃないですか、こんなやつ。クラウド、これ見て。何何？あのロボットの部品をリフトで運んでるみたいね。リフト壊そうぜ。邪魔してやろうぜ。整備不良に持ち込めるかもな。賞賛あり。操作盤を確認してみよう。操作盤ってのはあれか？どれだ？これか。どれだ、これか。カードキー。リフト動かせそう。カードキーかけるゼロ。カードキーがいる。探せ探せ。あ、これだ。見つかったの？あ、一個でいいのかな。よっしゃ、操作盤をいじくろ。一枚って書いてある。M ユニットって書いてある。これが部品かな。ああ、マテリア溶液を使った強化パーツだ。マテリア溶液。邪魔できそうか。リフトの行き先を廃棄に切り替える。多分いいんだよね。いけた。 M ユニットを廃棄しました。おお、連中の悔しがる顔が見えるぜ。うまくいったね。よし、次行くぞ。これ取れんじゃないの？取れないの？廃棄したやつどこ行っちゃうんだ？あっち行っちゃうんだ。よくこんな3人で。私たち今も見られてるんだよね。ああ、撮影中だろうな。今さらどうしようもねえ。せいぜいいい顔しようぜ。そんなことでいいのか。もう国中の敵だよ俺たち。不安でならないんだが。うわけにはいかねえぞ。言われるまでもない。じゃあ、決まった。めっちゃマテリア成長してる。あれ、また D7 フロア発送開始。あ、ここでいいのか。了解。 D8 フロアの物資が届かず通信不通。至急確認願う。もう一回カードキー奪って多分侵入者だ。弱体化させればいいんだな。こちらピート。じゃあリフトも操作盤も二つだね。しゃあ、邪魔し放題だぜ。カードキー探そう。カードキーあった。あ、マテリア見つかった。一枚だけ。操作は一度だけか。クラウド決めて。マテリアマテリアマテリア。回復かな。三日月か。これは？こっちの荷物は AI コアだって。
行動制御プログラムのブースト装置だ。はあ、はあ、素早く動くよ。素早く動くようになる。素早いロボット。素早いのやだな。それは怖いね。こっちは？こっちのリフトが運んでんのはビッグボンバーだ。うわ、なんかダメージがでかそう。通称ビッグバン。強力。ああ、どっちもやだ。減れば弾数を減らせるな。スタン嫌だわ。ちょっとスタンにする。こっちは動作速度が上がる。こっちにします。OK。 AI コアを回避する。よし、ちょっとこれで弱体化したと。ハイデッカー悔しがるね。廃棄した荷物はどこに行くの？おそらく廃棄物を集める部屋がある。ビッグボンバーだの AI。 確かに、早く取り行こうぜ。こんなお宝があるんじゃねえのか。かもな。いただいちまうか。部屋が見つかればな。いただいちまおうぜ。もう失うもんないテロリストだ俺たちは。どちらにせよ。いいか。お前撮影されてるからって。シンナの言うことは全て嘘だ。ああ、そういうことか。テレビに向かって言ってんのか。魔法は星の命だ。シンナは星を食い物にしてる。だから。バレット、いきなりどうしたの？放送されんなら言いたいこと言っとこうと思ってな。音声はカットだろうな。そうだろうね。文字に書こうぜ。文字に書いてみせよ。テロリストなりの矜持があるということを。あー、麻痺やだ。これが嫌なんだよ、スタンが。シャワー浴びたいな。定期的にシャワー浴びたがってる。多分またなんかあるんだろうな。あれ、踏み込んだか。今度はなんだ。強い。嫌だよな。でも働いてる人からしたらテロリストに襲われるの嫌だろうな。今度はなんだ。カドキ1枚しかないのかな。カード見つけた。1枚だけ。選ぶしかないね。選ぶしかない。今度は？ これは AI コアか。悩ましいとこです。こっちのリフトはビッグボンバー。さっさと。もう一個は？こっちはなんだ？ M ユニット。M ユニットか。どれ捨てるかは任せる。 M ユニットってなんだっけ？何が正解なのか全然わかんない。でもアイテムが後から手に入るかもしれないんだったら。ボンバー、なんとかボンバー、ビッグボンバー、もう手に入れときたいから、ちょっとこっち捨ててみようかな。ビッグボンバーを配置しました。 OK。 いい君だ。さて、どっちが制裁されることになるのかな。楽しそう。本当だよ。神羅をぶちのめす姿がミッドガル中に流れんだろう。笑いが止まんねえよ。もう踊り出したりしないでね。バルト面白いな。クラウド君もどうだい。遠慮しておく。口数少ないな、クラウド。あ、ここで手に入るんじゃないですか。これじゃないですか、もしかして。ソニックフィスト、めっちゃ下がるけれども、4つもつくの、やばくね。他にもある。他にはないか。
クラウドの剣もそろそろアップグレードしたいよな。アップグレードっつうか新しい剣欲しいわ。でここでまた敵がいて、侵入者の妨害で物資が足りない。 B6 フロア大至急発送を願う。了解。ほらほら侵入者だ。相手もよこせ、相手もよこせ。うわ200めちゃくちゃ食らった。おいやめろ、強いぞ。リフトは4つだ。カードキーがもっと欲しい、欲しがってる。もしかしてカードキー2枚ある。あ2枚ある。どうしよっかな。こっちは M ユニットと M ユニットと AI にしよう。やっぱり AI 嫌だわ。 AI コアを。やっぱり AI コアが怖い。なんかスタンが、スタンが怖い。ロボット弱くなったかな。やるだけのことはやった。そうよ、やってやったぜ。よし待って、一旦セーブするか。絶対この後ボス戦だから一旦セーブしよう。もうすぐ出口だな。ティガ、爆弾のスイッチは？準備はできてる。デカ物をぶっ壊したらポチッといくぞ。オッケー、うん、行きましょう。セーブ完了したんで行くぞ。クレイブモード切り替えてのブレイバー。いいね、こんなところかな。よし、ボス戦だ。多分。あれ、まだかな？な？ここ？やるだけやった。あとは出たとこ。この上か。来たな。強そう。現在最終調整中。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 よし。まだ今のうちにぶっ壊そうぜ。今のうちに。捕らえろ。整備時間を稼ぐんだ。いや、僕のやつを倒す。こいつを倒す先に。ほら。お前からさ倒すぞ。え、倒せないの？倒せないの、あいつ。やべ。構わん、やれ。カードからクレイブで一気に倒す。ほら来い。今のうち。オッケー。見て。何何？これってあのロボットの性能だよね。ああ。反応が鈍くなるね。余裕を持って戦える。勝利のポーズ考えとか。全員で決めてやるぞ。フラグ立てんなよ。ね、やられるフラグだぞそれ。断る。断る。あれどっかでね、さっきのアイテム取れる気がするんですけど、これか？違う。パイプ登れないよね。他を当たろう。何かいる。なんだ？うわ！カッターマシン。やばそう。弱点雷。サンダー。サンダー便利だな。さらにサンダー。いいぞ。ブレイブで一気に。ナイス。気持ちいい。露骨な誘導だ。最後に勝ちゃいい。行っちゃっていいのかな。
よし、いけるか。カメラの前で跳ねる。うわうわうわ、動いてる動いてる、やべえよあれ、やべえよやべえよ。あとは全力で戦うだけ。大丈夫かな。何があろうと俺たちはセブンスヘブンに帰る。もちろん必ずだ、絶対だ。うん、マリンにただいまって言おう。もちろんクラウドも一緒にね。スマイルを忘れるな。今のクラウドならいける。報酬次第だな。スマイルも売るのか。マックに、マックで働け。どうした？開かない。さっさと開けろよ。緊急ロックモードだ。閉じ込められたってこと？あの部屋から開けられる。オッケーオッケーオッケー。めんどくさいことしやがって。あの先には廃棄物を集める部屋もある。整備を邪魔したアイテムが集まってる。来たね。よっしゃ、さっさと行こうぜ。お宝部屋、お宝部屋。どうやって開けるの？仕組みは簡単だ。レバーを同時に動かせば。ここは任せて。俺がここだ。お前は残り物な。ミスったらもしかしてダメってこと？ミスんないぞ絶対。ロックモードはセキュリティパネルのレバーを同時に操作することが解除できる。バレットとクラウドのレバーはL と R で操作。ティファの合図に合わせてモニターに表示される向きに L と R を同時に傾けましょう。レバーを同時に、俺スティック動かすの苦手なんだよな。じゃあ俺が温度を取るぜ。いや、ティファだ。ああ、その通りだ。くそ。二人とも。上ね、上ね。行くよ。せーの。はい。なんで。せーの。はい。ちょっと遅かった、さっき。緊急ロックモード解除しました。よっしゃ。私たち息が合ってきたかも。だといいな。あれはアイテム保管庫は。ガラベアも覗こうぜ。覗こうぜ。ここがお宝部屋か。ここもロックか。開けばな。開かないの？最上級のセキュリティロックモードだ。あっちのとは違うのか。同じだが、こっちは何度か繰り返す。なるほど。いや、お宝一番欲しいわ。ボスよりも大事だよ。行くぜ。で操作してね。はい。ティファに合わせるんだ。わーってる。喧嘩すんな。最初の入力。何？何？上？せーの。こうか。セキュリティモードレベル1解除。二人とも完璧。任せろ。この調子で行こう。行くよ。次両方上。せーの。セキュリティモードレベル2。もう一踏ん張り。上と下か。せーの。なんで。焦らないで。あ、行けた、普通に行けた。なんで、なんであんなにミスったの。大成功。なんだこれ、才能ないわ俺。はい。なんで。せーの。なんで。なんで。息を助けて誰か。あ、いけた。セキュリティモードレベル4。これあれかな、パソコンに移してやってるから訪れてか遅延があって、もしかして早めにやんないと成功しないみたいな。永遠に終わらないかと思った。本当だよ。おいおい、クラウドさんよ。あんた本当にソルジャーだったのか。本当すいませんね、本当に。こういうのは専門外だ。何でもやれや、なんでもや。めちゃくちゃミスったから文句言われてる。はいはい、そこまで。あー、めちゃくちゃミスった、マジで。ほら、置いてこい。あった、クラウドの言った通り。苦労した甲斐があったな。本当だよ。残らずいただくぞ。ビッグボンバー、フェニックスの AI コア、エーテル。なんか微妙。ビッグボンバー、フェニックスの音とエーテルはちょっと外れじゃないか。 AI コア、 AI コア2個。高値で売却できる。ビッグボンバー、範囲内の敵に500の物理ダメージ。
行こうぜ、倒そうぜ。よし、出口だぜ。お、見えてる。あれ、あそこ、あそこから来たのか。もうここまで移動してきたことってことだよね。ボス戦だ。来るぞ。見て。フレジテント死んだ。魔法を浴びた者の目か。君はソルジャーだな。元ソルジャーだ。よくわかったね。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなる者も多いな。うん、ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーならみんな知っている。自己崩壊。もちろんだ。こっちは無視かよ。やったれやったれ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆くものほど浪費する。いいこと言うね。もうそれよ、浪費について話そうじゃないか。魔法の正体はライフストリーム。ライフストリーム。ライフストリームは星を流れる血。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。はあ、吸い上げているのは確かに我々。使ってるのは人々が。浪費しているのは誰だろうな。魔法の本質など誰もが知っている。それでいて見てみる。ああ、共通認識なんだ。そう考えたことは。んなわけあるか。仮にそうだとしてもてめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。でもみんな信じきってるよな、シンラカンパニーのこと。スラムの同結色。君たちは今から敵国軍隊の手先だ。どういうこと？市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。舞台だと？なんだそれ。ネズミどもには理解できない。あ、何してやがる。これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意洗脳広報作戦なのだ。よって爆破のタイミングも。あ、中継す。神羅が決める。天命。さあ、勝の。いや、まあやっぱそういうことなのか。こいつらもマコール壊したかったってことだよね。まずは勝とう。ミッドガル全市民の敵アバランチ。軍隊との共謀による罪状は明らか。貴様らを即刻粛清する。勝てるかな。前のボス一回負けたからな。許さない。全部大嫌い。クラウド、ボサッとしてんなよ。頼りにしてるからよ。加藤、燃える展開だ。クラウド問題ない。まずは見破る。うわー、来た。なんだっけ、なんだっけ、戦う者たちみたいな。違うっけ。違うかも。電気属性攻撃でバーストゲージ溜まりやすい。やっぱ電気だ。やばい、 BGM 熱い。こら上がる。サンダー行く。あー、ミスった。ごめんよ。サンダーを入れる。驚け。第二段階へ行こう。あー、強いぞやっぱり。切り替えよう。集中していく。
なになに、逃げた方がいい、やばい、はぁー強ちょっと待て、うわー、ダメージでかいよー、強えよ、サモン来る、サモン、チョコボ&モーグリ初めてだ、暴れろ、イフリータの方が強そうだけど、あー、かわいい、かわいいか、ちょっとリアルだね、リミット強切り、エアバスター、やってこいチョコボ、いいぞ、これガードした方がいい、大丈夫か、待って、必殺技、なになに、すげえ、たくさんたくさんのチョコボが、いいダメージ入ったね、クラウド死ぬ死ぬ、死んだ、嘘だ、ちょっと待って、死ぬー、で、バレットで、何何何、最終フェーズ、まずいっす、むずいんだけど戦闘、これ何、どうやって攻撃したいんだ、やっぱバレットか、バレットリミット、リミット、グレネードボム、エアバスター、いいぞ、いい解放、攻撃からの爆裂剣、いいダメージ、ティファシン待って、リミット入れようぜ、いけ、すげえダメージ、え、3500ぐらい入った、やばくね、やばくない、うわお、フェニックス、バレット回復してよ、おいしょ、もう一回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 、いけ、もうちょっと押し切れ押し切れ、もうちょい、いけ、よっしゃー、倒した、倒せた、もうすぐ爆発するぞ、俺はいいからティファを、いろいろ悪かった、いいから早く、これで終わりみたいな言い方をするな、クラード、おいおいおい、え、大丈夫、嘘でしょ、え、おお、ここで役に立つ、ええ、どうなるんだこれ、大丈夫か、聞こえてるか、あの時は膝をすりむいただけで済んだけど、あの時、今度はどうかな、起きられるか、今度、気にするな、今は体のことだけ考えるんだ、体、動かせるか、やってみる、どうだ、ゆっくりな、少しずつ、少しずつ、わかってるさ。なあ、あんた誰だ？誰だ？私はお前の主人だ。もしもーし。さあ、クラウド、楽しもうか。どういうことだ？
屋根突き破ったんだ。大丈夫かな。あ、なんだっけ、エアリス。よく生きてたな。すごい。よかった。目覚めた？鼻踏むな。あんたは？エアリス。名前エアリス。クラウドだ。また会えたね。そうだったか。え？覚えてないの？え？ほら、お花。忘れたの？花売りの。嘘だろ。ここ？興味なさすぎでしょ。スラムの教会、5番街。いきなり落ちてくるんだもん。驚いちゃった。お花畑、クッションになったかな。よく生きてたな。うん、いいね。あんたの花か。悪かったな。気にしないで。お花結構強いし、ここ特別な場所だから。ねえクラウド、これ落としたよ。マテリア。ああ。何マテリアだ。私も持ってるんだ。マテリアなんて珍しくもなんともない。でも私のは特別だって。何の役にも立たないの。どういうこと。使い方を知らないだけだろ。そうかもね。でもそれでもいいの。身につけてると安心できるし。お母さんが残してくれた。ねえ、せっかくの再会だから少しお話しする？